はい、どうもこんにちは、こんばんは、スタンミです。今日の動画は配信録画じゃなくて、動画限定の動画です最近の経緯をちょっと説明すると、今日が10月13日、リーグオブレジェンドのランクシーズン終了が11月9日っていう情報を見たので、もう1ヶ月を切ってる状態なんですね。で、配信を5日間ほどお休みさせていただきまして、ちょっと自分のプレーを見直そうかなっていう期間を作りました。試合数でいうと本当に70戦とか80戦とかやったと思う。もっといってるかもしれない。そんぐらいロールと向き合いました、本気で。で、始まった時の LP っていうのがダイヤモンド4の 65LP、70LP ぐらいかな。まあ70戦80戦やって、結果といたしましては、ダイヤモンド4の 0LP と何も得るものはありませんでした。いろんな動画だったり、カズーたちからもらった、ソロ級のレートを上げるにはみたいなシートがあるんですけど、そういうのを照らし合わせながらやっていったら、もう何が正解だか分かんないというか、見失っちゃってるわけ今僕は。だから一番身近な人にレートがバカ高い友達がいるんで、配信する前にその方にコーチングをしてもらおうかなと。さっき LINE したんだけど、今の時間朝の4時なんですね。しっかり返信が返ってきて、今からコーチングしてもらうから。で、ちょっと配信するのも違うかなと思って、ちょっと朝5時から。あ、ちょっと名前言ってませんでした、すいません。今日の、コーチングしてもらう相手は、忍者オブ忍者さんです。はい、コーチングしてもらいます。はい、忍者。ん？何？助けて。あー、なるほど。忍者、どうしたらいいと思う？俺、あ、もう分かんなくなっちゃった。俺さ、この1週間、いや5日間ぐらいさ、もうランク回しまくってさ、レートが上がらなくて本当に気分がいっちゃって、どうしたらいいかなって。まず手っ取り早く直せるところから直した方がいいと思うから、ビルドとか。あ、ビルドがさ、確かスタートアイテムとかね、そっからだと思う、まず。なるほどなるほどなるほど。まあ、あのアーリーこの頃使ってるし、自分アーリー使った方がいいよっていう話したから、まあとりあえずアーリーの話になるんだけど、自分の見てるロールアナリティクスで見た、そのアーリー戦の KR の人のビルドとかルーンなんだけど、まずコラプトが多いの。あ、そうなんだ。なんならもうコラプトワープトリンク持ってなくてもコラプト持ってる人いるの。いや、俺が見た中でさ、ドラリンの方が多かったんだけど。あ、そうなんだ。ドラリン結構いたんだよね。ドラリンの方が結果的にプッシュがなんかこけたらさ、ちょっとでもこけたら、まあ、こけたらコラプトだとね、攻撃がレベル9で9一発で死なないのよ。まあそれはこけたらそうなるかもしれないけど、こけるなって話ですか。まあ、あんまこけない方が。あと追い打ち取りたいじゃん。追い打ち取った時にさ、その血の味わいじゃないから、ドランリングだとなんか正直サステインに結構不安じゃない？まあそうね、そうね。まあ自分がコラプト割と好きな方だから、まあコラプト推しなんだけど。俺もコラプト信者なのよ。でも苦しみながらドラリンでやってた。ああ、なるほどね。じゃあタイムアップトニックで、ここさ、ビスケットは過剰だと思う？そこはどっちの人もいるけど、自分ビスケットの方がレーンで体力余裕出るから好きだけど。 あとゾニャとかはもうなるべく積まない方が良さそうな気する。もうゾニャ積んじゃったらそのチャンプ、さすがに火力が出ん、さすがに火力がちょっとなさすぎるみたいなところあるから、やっぱ仮面を、あの本当に無理な時はしょうがないけど、まあ、できるだけ仮面を増やした方がいいかなって感じはする。基本的にボイド鬼本仮面を優先して積んでる。鬼本、もう鬼本 AD の人に任せちゃったら。まあそれもあるんだけどね。 あんま自分のこの発想良くないのかな。なんかもう AP が積むもんじゃないと思ってるんで。いや、俺もそう思う。俺もすっごくそう思うの。でもさ、積まん人いるやん、この試合は。絶対絶対に回復者がいる。敵にサイラス、ソラカ、ヘカリムがいます。その試合で ADC の方がちょっと積まない感じかなと思ったら、俺行っちゃうんだよね。それはもう
チャットしたいと思う。こっち3000ゴールドもかかんだぞって。僕はもう強めに押してね。俺は折れちゃうんだよな、そこで。じゃあ俺行くしかないかっていう。あとも一応するんだけどね、回復阻害欲しいです。ひらがなで。見た感じ、なんか積んでる試合、鬼本積んでるか、なんか新仮面積んでるか、なんか半々ぐらいだったわ。なるほど、なるほど。アーリーの人。状況によるんだ、それこそね。うん。でも、やっぱりゾニャは、もう本当に相手のジャンプ苦しかったらしょうがない。積んでるとこもあるけど、やっぱ少ないから少なくした方がいいと思う。なんか自分もライズで結構ゾニア積んじゃうんだけど、絶対に弱いの、うん、ちょっと甘いというか立ち位置のあれがフォローするのがゾニアだからっていう、積んじゃうよね。そうそう、なんか積んじゃうけどやっぱりダメージ少なくなっちゃうし、アーリは正直ウルトでなんとかできるから、できるだけ。なるほどなるほど、積まない方法で。いやあとは、まあ、やっぱり巧妙な賞金首狩り自分も積んでたけど、至極の方が選んでる人多いし、ちょっとそっちで何回か試してもいいかなっていう。マジ？これマジか。俺もさ結構試行錯誤してさ、ルーンとか調べて、こっちもいるけど巧妙の方がなんか勝率は高いんだよね、巧妙の方が。そう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 、人気度はでもなんか至極の方が多いんだよね。やっぱウルトでキャッチするのが一番なのかな。キュードロロがさ明らかに打つ回数が減っちゃうんだよね。そうマジでツインシャドウ上がんないよね、巧妙ないと。上がんない、マジ上がらん。あとはなんか GLP をなんか適当にピュピュピュンってできるんだよ、本当に。うん、できるね、巧妙だと。試してみてもいいと思う、俺もやんの久々だし。いやとりあえず直近で見直せるところは見直した感じか。うん、でやっぱりこのゲームとりあえず連戦がどれだけうまくできたかって本当に重要だと思うから。俺最近さプレイスタイルが分かんなくなってきたっていう話をさちょっと今動画の前振りで撮ってきたんだけど、うん、カズーたちがこのレート帯で上がるあのコツみたいなのを書いてくれてさ、うん、自分を犠牲にしてサイドレーンを助けろっていうのを書いてくれたの。うん、レベル4とかレベル3とかでさサイドレーンにより最近よく TP するんだよね、うん、周りで。2でする？本当に場合による。別にいけるんだったら、まあ、するときはあるけど結構ミニオロすんだよ。 リスクとリターンが釣り合ってるかどうか、もう本当にもう絶対にさ刺さるやつってあるじゃん。あるね。どう考えてそれは行くべきなときもあるし、リスクとリターンが見合いそうにないなとかいうときはやんないしって、本当に状況次第っていう言い方になっちゃう。こなしていかないといけないよな、それは。俺今分かってないんだろうな。脳死でやるのは本当に良くないと思う。うんうんうん、たまにねミスるんだよ。でさ、ミッドのミニを捨てて TP ミスると終わるんだよね試合が。終わりだよ本当に。だからやっぱりちゃんと冷静に、もうこれは絶対行った方がいいなっていう場面はぐらいじゃないとね。自分もマルザ自分使うんだけど、うん、マルザって6レベルまで本当にあの TP してもいいことないの。分かる分かる分かる。もう100回に1回もないぐらいなんだけど、それでも寄る時あるし、うんうんうん、4レベルとかで、うん、もう本当に状況次第。アリだったらマルザよりかはうまくいくこと多いと思うから、ね、飛ぶチャンスも多いと思うけど、ちょっと見てもらおうかな1回。方式としては、フルゲームをまずは忍者がマイクミュートで見てもらって、でその後観戦を見るっていう形で、うんうん、行きたいと思います。はい、インキュー。俺ね、アーリは最近実は調子はそこそこいいんだよ。うん、それ以外のチャンプ全負け。オリアナも勝てないし、うん、だからね忍者、ちょっとこれは余談というかちょっと流して聞いてほしいんだけどさ、うん、ライズやるべきか。いやー それはちょっと投げてる、ね、違うよね違うよね違うよね。まあでもそのうまくいってないチャンプを切るのは大事だと思う。自分もうそろそろちょっと余分なチャンプ切り始めたから。オリアナとさ、アーリだったのよ。オリアナがうまくいかんくなっちゃって。忍者だったら何使う？アーリがさ、ちょっとユーティリティ気味じゃん。ちょっとダメージに寄せたというかさ。アーリ、先出しとかでも出しやすいし、出してるでしょ。わかるわかる。超は。だから、その、後出しとかに使える、もっと尖ったチャンプの方がいいんじゃないかなって感じ。オリアナどういう時に出してるの？逆に。ダメージが味方に足らんのとか。味方が。ジンでトップがセトでジャングルがザックでしたとかだったらさ、うん、俺がアーリー出したらもうちょっとあれやん。
だからオリアナで仮面とか行ってダメージに振りまくってダメージ出さんとあかんなってなるわけ。まあ、コンボで、まあ、強いのはあるけど別にダメージ出すだけだったらもっと違うチャンプ忍者が、あのね、アーリがもううまくいったから忍者が思ったのをやるわ俺は。いや普通にね、あの得意なチャンプやればいいと思うけどね。得意なチャンプ、ジュリアンとかアニビアとか勝率高いんだから、それをやって試行錯誤するのが一番手っ取り早くね。普通にやるんだったらジュリアンかな。アニビアマジでさ、そのレーンで勝つっていうところで今回のテーマを無視してるんだよね、このチャンプ。あ、いや勝つっていうのはそのチャンプが求められてる、このマッチアップだったらこんぐらいだろうけどそれより頑張ったなっていうのを目指せばいいだけ。別にその序盤レーン勝てとかいう話じゃなくて、求められてるさあよりかは頑張ろうってだけ。なるほどね、なるほどね。自分言ってしまったら序盤強いチャンプなんて一切使ってないけど、ライズとかブラッドとかマルザ、そういうチャンプやってるときはそのまあロームとかされちゃうだろうけど、できるだけ CS さをちょっとその TP 生かしてある程度勝つとか、うん、チャンプごとでの価値が違うわけだ。こんぐらいを目標に頑張ろうみたいな。マルザとかだったらもう本当に自分は絶対に相手との CS さを最初の TP 使って離れないようにできたら満点だなみたいな感じで。なるほど、それすごいわ、考え変わるわ。なるほどな、なるほどな。なんか試合始まった時に相手見て、あと相手のジャングルのガンクの強さとかも見て、レンのどんくらい頑張ろうみたいなのを決めるとレーニングしやすいんじゃない。なるほどなるほど。いやそれすごいわ。そっか、ちょっと勘違いしてました僕は。ジリアンとかだってさ、そういうことやってるんじゃないの？ジリアンはまあそれこそアニビアとかさ、序盤の方 CS 取りづらいしロームされやすいから、うん、逆に今だから忘れてたねその話は。多分アニビアとかジリアンとかやってる時は、うん、対面にある程度ロームされないようにハラスをしながらここまでのレーニングできたら中盤以降俺の方が影響力出せるから合格点ここだなってのは考えてたと思う。今なんかそれ考えてなかったな。強引にでもゲーム全体を見てアドを取ってやろうみたいな、でガンク刺さって死んじゃうよみたいなことが多かったかな。ガンク刺さるのって本当にかなりマイナスだから。今時のジャングラーってなんかスノーボール力高いやつ多いし、ヘカリムとかエコーとかにキル入ってたら、ね、もう割とそれだけでチームめっちゃ不利になっちゃうから、特に相手がもう育っちゃっててガンク来て死んじゃうとかだったらもうしょうがないかなって感じだけど、相手に最初の1キル目とか渡すのかなり勝率変わっちゃうから、本当最初の1キル目とか特に意識した方がいいと思う、刺さんないように。了解です。